皆さんこんにちは。ただいまより原発名眼のセッションを開始いたします。私は国立がん研究センター気象がんセンター気象がん治療機関の加藤と申します。私は2014年から気象がんの情報提供アドボカシー活動を中心に活動しております。今日は国立がん研究センター中央病院腫瘍内科医長下井辰徳先生のお話を皆さんと一緒に伺っていきたいと思います。下井先生の詳しいプロフィールはプログラムをご参照ください。それでは下井先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。国立がん研究センター中央病院腫瘍内科の下井でございます。本日は原発不明がんに関してご説明させていただきます。こちらが私の利益相反でございます。特にございません。今日のお話の内容でございますけれども、原発不明がんとはどういったものか、なかなか皆さん聞いたことがないというふうによく言われますので、その具体的な内容をお話しさせていただきまして、どういうふうに診断を詰めていくのか、原発不明がんを診断するとはどういうことかというお話をさせていただきます。そして3つ目以降がどういった治療が行われるのかということで、大きく2つのパターンでお話をさせていただきまして、最後最近の動向ということでお話をしてまいります。まず1つ目の原発不明がんとは疫学というところでございます。まず原発不明がんという前にですね、いろんな医療機関にかかった際に患者さんが何か肺に影がある、そういうふうに医師から言われたりすることがございます。その場合に組織を採取しまして、それによって肺がんであれば肺がん、もしくは肺の結核など感染症、そういったものが診断されるわけでありますけれども、取ってみた組織が肺から普通は発生しないようながんの場合には、肺ではなくて別の場所から飛んできたものだというふうに普通は考えるわけでございます。例えばこちらにお示ししてますがんの組織というのは腸由来のような形をしてますので、普通は腸のがんができてそれが肺に飛んできたんじゃないかというふうに考えるわけでございます。ところが腸など全身をくまなく調べたんですけれども、その発生場所出どころがわからないという場合に、最終的に原発不明がんという診断になります。このため原発不明がんの定義というのは、十分な検索にもかかわらず原発層が不明で組織学的に転移層と診断されているアクセス腫のことというような専門的な定義がございます。検査を十分にしたけどもわからないがんだということでございます。じゃあなぜ原発不明がんということが実際起きうるのかということでございます。今提唱されている仮説でございますけども、あちこちにもう転移が多すぎてどこが出どころかがもう物理的に分からなくなっている、埋もれてしまっているという場合が一つございます。これは診断技術がどんどん向上すればもしかしたら分かるようになってくるかもしれません。それ以外にも潜在的ながんの発生墓地がその原発臓器以外にも存在するというような場合がございます。腸の表面のところに腸の上皮という表面の細胞がいるわけですけれども、そこのところに例えば膵臓の組織が偶然入り込むというようなことが知られております。こういう遺書性組織と言ったりしますけど、そういったものががんになってしまうということも知られております。そうしますとなぜか膵臓がんの組織が別の場所から発生するということもあるわけでございます。これが原発不明がんというふうに考えられたりします。他には原発層が成長する早期の段階で転移が起きてそのまま出どころの場所が消えてしまう場合、こういうものがあるんだろうというふうに想定されております。ただ、原発不明がんと言いましてもさまざまな実は段階がありますので、最初にまだいろいろ検査をしていないけれども何か怪しい影がある、こういうところで腫瘍じゃないかとなりますと原発不明腫瘍と言ったりしますし、組織を取ってみたけどとてもそこの場所のがんじゃないんだというような場合であれば暫定的な原発不明がん、そしてその後しっかりといろいろくまなく検査をして最終的に原発不明がんという診断になるだろうと、こういった3パターンをイギリスの家庭医のかかりつけの先生たち向けのガイダンスの中では定義づけられて分類されております。じゃあこういった原発不明がんが日本で診療されている際にどのぐらい困っているのかと
ということはございますけれども、実際こちらは加藤さんがやっておられる希少がんホットライン、そういったところに1万人ぐらいの患者さん、もしくはそのご家族、そして医療者、そういった方からの相談というのが過去にございました。このホットラインに相談された件数の中で原発不明がんというのは 10% を占めておりまして、まあ、つまりは患者さんの数が多い、そして困っている、まあ、こういうところを反映しているんだというふうに考えられます。よく患者さんから質問されるのは、原発不明がんにはステージがあるのか、また原発層を探すということにどういった意味があるのかというご質問をいただきます。最初にその際にですね、がんとそうではない良性腫瘍というものの違いというものを考えてみたいと思います。良性腫瘍というのは、例えば体にできるイボみたいなもので、放っておいても、まあ、問題は通常ないようなものを指しております。この場合に、良性の腫瘍というのは勝手に増える、増殖するというところがポイントでありますが、がんはそれに加えて周りの組織を壊して進んでいく、さらには体のあちこちに転移をする、飛び火するというような問題点がございますし、他にも体の衰弱を促すようなタンパク質を出してくるんだということがありまして、通常のこの良性腫瘍と悪性腫瘍という点では、いくつかの要素が悪性腫瘍では追加されているというところがございます。じゃあこのがんが治るというのはどういう条件で起きるのかということでありますけれども、通常はがんを根絶する、なくせるような治療をして、その後もう再発してこない場合に治ったという言い方をいたします。がんを根絶する治療の一番はですね、手術で取り切ること、これがほとんどのがんでそうでありますけれども、一部のがんでは放射線治療でがんを根絶するということを考えたりもいたします。他には数少ないがんではありますけれども、白血病とか精巣のがんとか、そういったものでありますと、抗がん剤治療ががんを根絶する一番の治療というふうに知られているものもございます。この時にがんの広がり具合、それが病気の治りやすさ、治りづらさを考えたり、もしくは治療選択をするのに役立つということで今でもよく使われております。これをステージと呼びますけれども、3つの要因によって分類するというのが世界的に行われている試みでございます。1つ目の T 因子というのはがんの大きさ、そして N 因子というのがリンパ節転移の、ありかなしかといったようなこと、そして M 因子というのが血流に乗った転移があるかどうかということでありまして、先ほどのお話でありました原発不明がんというのは、基本的にはこのどこかしら血流に乗った転移があるという前提で考えるがんでございます。これは遠隔転移が存在するということは、すなわち全身の病気の一部を見ているということで、全身の病気をコントロールしたいと考えると抗がん剤治療なんですけれども、もともと抗がん剤で完全に消しされるがんというのはなかなか多くはないという現状がございます。一方でこういった転移を起こしているようながんの成績、治療成績といいますと、がん、情報対策センターの方に、集められているデータから考えてみますと、左から右に至るにあたって、近年になってくるわけでありますけれども、全部の部位のがんで見てもですね、そして個別に見てみても、基本的には近年になればなるほど生存成績、治療成績というのが向上しております。これは新規の治療薬が出てきている、またその治療をしっかりと受けられるようなサポートする治療がどんどん改善しているからだという影響と考えられております。まあ、メジャーながんとよく言われます胃がん、そして乳がん、大腸がんやそして肺がん、いずれもですね、上が、昔10年、20年前ですけれども、下に行けば行くほど近年ということで言うと、その生存成績の割合というのは、どんどん良くなっているというふうに言われております。では、こちらがですね、原発層を原発不明がんで探すということがどれぐらい意味があるのかということを検討した研究の報告でございます。こちら、3パターンがございまして、1つは原発不明がん、いろいろ探したけど原発不明がんだったということ、2つ目は、原発は判明したんですけれども特殊なタイプなのでなかなかその場所のがんだというふうに気づかれなかったパターン、そして3つ目は原発がしっかり見つかって一般的なそこのがんだったというようなパターンでございます。
こういう中で言いますと、やはり一番下、こちらがですね、経年的な生存成績ということでありますので、原発不明がんとなりますと、経年的な生存割合というのがどんどん低いということで、他に原発が見つかった場合よりも生存成績が良くないんだと。逆に言えばですね、原発を見つけるということで生存成績が良い、最適な治療が受けられる可能性があるというところにつながっているのかなというふうに思います。その原発の見つけ方という話につながるんですけれども、がんと一般的に言いましても2つのパターンがございます。1つは固形がん、そして血液がんということでございます。血液がんというのは血液の中を流れていくようなあまり塊を作らないようながんのことを指しておりますけれども、一方で固形がんというのはいろんな内臓から発生するようながんのことを指しております。このがんの中でも特に内臓から発生するがんと、内臓と内臓の間にあるような組織等から出てくるようながん、非上皮系のがんと言ったりしますけれども、これらの2つというのがございまして、この上皮系か非上皮系かというのは、これはあくまで医者たちがですね考えるような分類ではあるんですけれども、治療の考え方が大きく異なります。具体的にはその胃とか内臓とか発生するがんの方は、通常はその出てきた内臓に基づいた最適な治療というのが長年確立されておりますけれども、非上皮系のがんというのは体のどこからでも同じがんが出てきておかしくないので、出てきた臓器ということではなくて、出てきたがんの種類によって治療が決まってくるんだということでございます。そうなりますと、特にこの上皮系のがんという場合には、原発臓器をしっかりと探して見つけて、その最適治療を考えようというふうに医療者はしているところでございます。じゃあこの調べるものというのは、検査というのはどのぐらいずっとやり続けたらいいのかというところが次の疑問でございます。こちらは原発不明がんの方々で、最終的にお亡くなりになってしまって、それで冒険という形でお体の中にがんがどういった広がりだったか、原因が何だったかということを調べた昔の研究でございます。1940年代そして80年代といったような時代でありますと、8割ぐらいが、何かしら原発はここだろうということは見つかったとされます。しかしながら2000年代になってくるにあたって、6割ぐらいまでそちらが低下してきているということで、どんどん検査の技術の向上によって、あらかじめ冒険せずともですね、病気の出どころというのが見つかるようになってきたので、原発不明がんが冒険でもですね見つからない症例というのが増えてきているんだということでございました。最終的にこの見つかった原発臓器としては、肺とか膵臓とか、そして胆道系といったようなところが多いんだというのがこちらの報告でございます。こちらはですね、日本の臨床腫瘍学会というがん治療の専門家たちが作っている原発不明がんのガイドライン、指針でございます。その中でどのぐらいの期間費やして検査をするのがいいかということが言われてますけれども、むやみやたらにずっと検査をしましても、3分の1かそこらの方々は最終的に冒険でも見つからないぐらいの病気の広がりではございますので、推奨としては1ヶ月以内に検索を終えてですね、それでもわからない場合はもう原発不明がんとして治療を始めましょうというふうに言われております。こちらは当院の方で、どのぐらいの期間でどういった検査をして最終的な原発不明がんの診断に至るかというような経過の、プロセスごとのですね時間経過でございます。最初にいらっしゃって採血検査をして、レントゲンや CT などを予定する、またさらに病気がある場所を組織を採取して、がんかどうか、さらにはがんがどこから発生したかを病理組織の状況特徴から調べたりする、そういうことを行っていく場合に、まず生検をするまでに3日間、またさらに病理検査が出るまでに中央値として7日間、また最終診断が出るまでに追加で5日間ということで、2週間ちょっとで、一応原発不明がんの最終診断に至るというところが国立がん研究センターの今のデータでございます。ただ、こちらに関しては当院ががん専門病院ということで、ある程度前の病院で多く検査をされてから当院に来ているから、これだけ
短期間に原発不明がんというところに至っているというところもございますので、通常ここまで十分分かっていない場合ですと、プラスアルファのお時間かかるのは通常かなというふうに思います。と申しますのも、前の病院の方ではだいたい1ヶ月以上経過してからご紹介いただいている例が多いというところが背景にございます。こちらは当院でですね、生検を行った場合のその診断率ということで、生検というのが針で組織を一部採取してくるという手法の検査でございます。それ以外には病気があるところを手術で切り取ってくるということも診断に使えるわけでありますけれども、こちらが当院でその針を刺して診断した89件と、そして手術で取ってきた27件とを比べた研究結果でありました。この結果、針の生検においてもかなり多くの確率でほとんどの方が診断に至っていたということで、手術では 100% ですけれども、針生検でもほぼ 99% の方が診断されていたというような結果でございます。ただ、中にはですね、当院だとがんではないけれども、まだがんかどうか分かっていないけれども検査をしてくださいというふうにいらっしゃる方もいらっしゃいますので、そういった方々で一体どのぐらい、がんじゃない方がいらっしゃったかという、当院のデータからすると、だいたい年間150人ぐらいはですね、原発不明がん、もしくはその疑いということでご紹介いただいているんですけれども、830人いらっしゃった方でいうと46名ががんではないという最終診断に至りました。で、この、46名の内訳を見てみると、かなり多い 10% ぐらいのところが結核感染症だったということがありますので、結核が骨に出てくるとか、リンパ節に出てくるとか、そういうことが時々ありますので、特に結核とかは注意しながら診療していることが多くございます。じゃあ、日本の全体のデータとしてですね、この原発不明がどのぐらいの頻度で発症が出ているのかということに関して、次はお話ししていきたいと思います。こちら原発不明がんの発症頻度ということで、全部のがんの中での割合というのを、各国データをですね、集めてお示ししております。米国でありますと全部のがんの中で 2.3%、 そしてオーストラリアは 4% という中で、日本はだいたい 3% というふうに言われております。また日本の全国がん統計というものでは、発生部位不明な悪性腫瘍というコードの中で一応原発不明がんとして集められている、考えられているわけでありますけれども、こちらですと2016年7900件余り、そして2018年は7000件余りがこちらに該当しているということで、一応これらがですね、原発不明がんというふうに考えられる、診断名でございました。米国ではじゃあどういうふうにですね、この原発不明がんの頻度というのが刑事的になっているのかということでありますけれども、かつて1970年から比べると、どんどん近年になればなるほど件数は減っております。先ほどの全国がんデータも若干ずつですね、毎年減っているというのはありますけれども、検査技術の向上や、そして原発不明がんという病気の認知、そういったものによってもですね、こちら変わるかと思いますが、どんどん減っているというのがトレンドでございました。ただ日本のこのがん統計のデータで考えますと、部位不明、不明確、そういったところで年齢別で見ると圧倒的にですね、70代からもう90代超えのところにですね、がんの発症頻度のピークがございます。これがじゃあ本当に原発不明がんは高齢者に多い病気かということで言うと、通常はそうではございません。米国もしくは他の国でありますと、60代から70代ぐらいのですね、年齢にピークがあることが多いので、逆に言うとすごく体調が悪いがんがいるということが分かった高齢者の方で、それ以上検査がされずに、最終的にお亡くなりになってしまった方もこの統計の中には含まれている可能性がございまして、日本で原発不明がんというところで言うと7000件よりももうちょっと少ないんじゃないかというふうには考えております。じゃあこの後ですね、病理検査や、そして画像の検査でどうやって原発不明がんという診断を詰めていくのが良いか、どのぐらいの検査で原発不明がんと言えるのかという点に関してお話をしたいと思います。十分な検索というのがどのぐらいかというお話でございます。例えばですね、がんの組織を取ってきて、そしてがんの表面にいろんなタンパク質をまぶしてですね、それによってどこのがんと、考えられるかということを、高い確率で推定する方法がございます。免疫組織化学染色ということであります。例えば乳がんで言えばですね、ホルモンの受容体が発現しやすいとか、もしくは
他にもですね、前立腺がん PSA というもタンパク質が染まりやすいとか、特徴的ながんごとのですね、タンパク質というのがあるので、まあ、それらを染め分けることで最終的にがんの出所を探そうという試みもございます。こちらが病理組織学的な検査ということになりますけれども、ただですね、この特徴的なタンパクというのは高いものでも8割からまあ9割というところでございますので、逆に言うとそれが陰性だったからそこのがんを完全に否定するというものでもない検査であります。なので少し特徴的なマーカーが陽性になったことなどをもとにですね、その臓器にがんがないかというのをより詳しく調べるというような当たりをつけるために用いることが多くはございます。そのガイドラインでですね、推奨されている追加の検査となりますと、お体の診察も、通常の内科医私たちが行うだけにとどまらずですね、耳鼻科の先生や泌尿器の先生、女性の婦人科の先生などを、加えていこうと。これは、病気の広がりや、そして病気の推定される内臓の臓器によって異なるわけでありますけれども、そういったものを追加を考えようというふうにされております。また一般的にこの検査は最低限しましょうというところに加えて、より推定するがんに応じた必要な追加検査ということで行う検査も推奨されているものがございます。よくペット検査はかなりいい検査だというようなお話が世の中に流れてますので、このペット CT とかペット検査というのをやらないのかというような話が出ることもございますけれども、これが実際に意味があるよ、メリットがあるよということが分かっているのは、ガイドライン上はですね、頭やそこら辺に発生したがんであったり、もしくは一箇所にしか病気がなさそうというふうに CT で思われたような症例で追加するのがいいんじゃないかということが言われております。またがんのマーカー、腫瘍マーカーを見ればですね、がんの発生源分かるんじゃないかという話もあるんですけれども、基本的にはがんのマーカーだけではほとんどのがんは診断には至りません。ではそういう形で原発不明がんが診断された際に、どういった治療を行っていくのかということに関して次はお話をしていきたいと思います。まず今のように組織を取ってきた、そして画像検査でどういった分布だったか、それらをもとに最終的に原発不明がんという診断に至るわけでありますけれども、その中でも特にここのがんじゃないかと推定されるパターンというものがすでに上がって決まっておりまして、こういった場合にはその推定される原発層に応じた治療を行うのがいいですよとされております。一方でそれらが推定できない場合は予後不良群といいまして、原発不明がんとしての治療を考えようとなっております。こちらがその特定の治療を有するサブグループということで記載しておりますけれども、例えば女性で腺がんで脇のリンパ節だけが腫れているような場合でありますと、乳がんの脇のリンパの転移があるような方として治療をしましょうというふうに言われております。またお腹の中に腹膜転移、腹膜破裂というような病気の広がりがあって、衝液性の腺がん、またさらに CA125 というがんのマーカーが上がっているような場合でありますと、卵巣とかから発生するがんと同じように治療をしましょうと言われております。このように特定のパターンであれば特定のがんの治療をするのがいいんですよということが言われておりまして、これらはもうその治療をしたらそのがんと同じぐらいのですね、生存成績、治療成績が得られるからというのが分かっているものでございます。一方で多くの方はですね、そういった特徴的なパターンが分からないので、原発不明がんとしての治療を考える場合ということになります。で、通常そのがんの治療成績を検討する場合にはですね、あるがんに対する、既存の治療法と、そして新規の治療法とを生存成績を例えば比較していくということで、始めた当初から時間がどれだけ経った時にどれぐらいの方が生存していらっしゃるかとか、どれぐらいの病気が縮むことができたかとか、そういったデータをもとに新しい治療法が意味があるのか、治療効果が高いかを検討するというような手法が用いられます。で、原発不明がんでなかなか多くこういう2つの既存の治療法との比較等がデータがあるものが多いわけではありませんけれども、例えば抗がん剤治療を本当に原発不明がんの、予後不良群と先ほど申しましたような方でやることの意義があるのかということに関しても十分なデータがあるわけではございません。ただ、考え方としては、これまでの実診療で行われた治療データから対処療法、緩和治療だけで経過した方よりも抗がん剤なさった方の方が生存期間が長い傾向があるとか、
ということがございます。ただこちらはですね、生存成績というよりはですね、体調がもともといい方の方が抗がん剤治療ができたので、そういう方々の体調の良さを見ているだけという可能性もございます。一方で冒険で判明するといったような原発を肺とか膵臓、そして胆道系消化管といったようながんでありますと、これらは抗がん剤治療する方がしない場合よりも長生きにつながるということがもうすでにデータが出ているがんでありますので、そういったところからすると抗がん剤メリットあるんじゃないかということが想定されるわけでございます。ただ抗がん剤を選ぶときには、いろんながんに効くような抗がん剤を考えようということで、シスプラチンとかカルボプラチンというプラチナという抗がん剤を多く用いることがございますけれども、およそ3割の方で病気が縮小したというようなデータになっております。このため一定程度ですね、病気を制御したり、もしくは嫌な症状が出現するのを遅らせる、そういった効果が抗がん剤にはあるということで検討されることが多くございます。その中で日本で行われた新薬の研究治験というようなデータがあって、つい先日保険適用されました。こちらはニボルマブ、オプジーボという抗がん剤でありますけれども、がんに対する免疫を活性化させる、促進させるというような要素がある抗がん剤でありますけれども、原発不明がんの方に対してこのオプジーボを投与した場合に、前に何かしらの抗がん剤をやった方か、もしくはやっていらっしゃらない方、いずれの方でもですね、2割程度病気が縮んだ方がいらっしゃったという成績を持って、最終的に保険適用に至りました。このオプジーボの働き方の一つの考え方でありますけれども、もともとがんがいるということは、体の免疫にとってはですね、異物、通常ではいない細胞でありますので、体の免疫が排除してくれるはずなんですけれども、その排除が働いてないというのが原発不明がんを含めた多くのがんの場合の問題点であります。ではなんでその免疫がですね、がんを排除しないかというと、がんと腫瘍細胞のリンパ球、免疫の細胞との間で手つなぎが起こって、 PD-1 と PDL-1 という分子が一番有名なんですけれども、こちらの手つなぎが起こることによって攻撃をしなくなってしまうということが分かっております。このために免疫の細胞のこのがんとの間の分子を遮断してあげる、外してあげることによって、再びがん細胞に対する免疫の攻撃が始まるんだ、そういうことが分かってきております。これが一つのきっかけで、オプジーボを原発不明がんに投与するという研究が行われて、最終的に保険に入りました。最後に、最近の動向ということで、今後の展望も含めたお話をさせていただきたいと思います。今、がんの世界はかなりゲノムという情報を多く扱う時代になってまいりました。ゲノムとは何かというと、ある細胞生物をですね、その生物のためにたらしめるのに必須な情報、体の設計図が入っているところということになります。細胞という、37兆の細胞の中の一部にですね、 DNA と呼ばれる部分があって、遺伝子と呼ばれる特にタンパク質を作るために重要なページがあるよということであります。このがんの発生というのは、この遺伝子に何らかの傷が入って、そして免疫がそれを除去しなくなることによってがんができてくるんだということが分かってきましたけれども、例えば一つのがんがですね、どのぐらい遺伝子変異、遺伝子の異常を持っているかというような網羅的な研究におきましては、さまざまながんありますけれども、大体、数十個から数百個の遺伝子の異常を持ってがんが発生しているということが分かりました。ただ平均的にはですね、特に要となるような重要な遺伝子異常というのは数個に限られているということも言われております。で、こういったですね、がんごとにですね、いろんな遺伝子異常があったり、もしくは遺伝子の活性化というのがあるわけなんですけれども、その遺伝子の活性化の具合を調べることによって、乳がんに特徴的な遺伝子の活性化、肺がんに特徴的な遺伝子の活性化というのも分かってきました。そうすると、そういった遺伝子の発現状況を見たら、がんの種類が調べられますよということが言われてきました。もうすでに確定しているがんのデータ、組織をもとに遺伝子を調べて、でさらに新しいがんを持ってきて、どういったがんかを調べるということで、最初に作ったデータをもとにですね、次に新しく持ってきたがんの診断に使ってみようということで、遺伝子の発現から推定をしたような研究でありますと、高いものだと9割以上になるぐらいまで、その出どころのがんを確定できましたという研究結果がございます。
こういった検査がすでに米国ではですね、商業ベースで検査に出せるということがありますので、そうしますとこれを原発不明がんに応用しますと、まあ、推定できるがんの種類は限られてますけれども、それでもそういったデータがあるがんであれば高い確率でそこのがんですよということが言えるんだということであります。これを病理組織学的な検査だけで行った場合と比べますと、この遺伝子の検査をした方がより診断度が上がるということも言われておりました。先ほど出どころのがんを見つけてその治療を行うことが一応最善だという考え方がありますので、この遺伝子の発現状況に応じて治療を選ぶということで、より原発不明がんの治療成績を上げられるんじゃないか、これが近年の研究の大きな考え方でございました。次もあの日本のですね、近畿大学で行われた研究でありますけれども、原発不明がんで未治療の方々、特に先ほど予後不良群ということで特定の治療方法が定まってないような方に対して、一番多く使われる抗がん剤治療と、そして遺伝子の発現状況に応じて、推定される原発臓器の抗がん剤治療を行った場合に、この青の方が生存成績がいいんじゃないかということを確かめるために行った研究でございました。ところが残念ながら病気を抑えられている期間も、そして生存期間に関しても、こちらの青の方が良いという結果までは認められなかったという結果に終わりました。また同じようにですね、フランスの方で行われた研究でありますけれども、同じように遺伝子の解析を調べて推定される原発臓器の標準治療を行った方が、そうではないよりも成績がいいんじゃないか、こういうことを検討した研究が同じようにございます。しかしながらこちらの方でも治療成績の向上が認められなかったという問題点がございました。こちらはかなりみんな期待していたので残念な結果だったんですけれども、いよいよですね、中身をいろいろよく検討してみたところでは、このがんの種類が推定できても特に抗がん剤が効きやすいがんとなかなかそうではないがんというのがございますので、一緒くたにこれらはこれらの最適抗がん剤治療を仮にしたとしても、なかなか原発不明がんの治療というものを行ったよりも生存成績が伸びるわけじゃない、まあ、そういうがんもありそうでございました。まあ、そうすると特にこういうが特定のが出どころのがんに対して特によくその抗がん剤が効きやすいと分かっているがんをよりすぐって、その症例で推定した原発層の抗がん剤治療をやるということが今後重要ではないかということが、原発不明がんを専門にしている医師たちの考え方の次の流れでございます。一方で原発不明がんによらずですね、最近はがんの遺伝子を一括で網羅的に数百個調べるよという検査が保険に入ってまいりました。そうしますと、従来はですね、がんの種類が肺がんなら肺がん、そして遺伝子の検査をして抗がん剤を使いましょうというふうになっていた世界から、最近はどんながんであっても同じ遺伝子の異常があれば同じ抗がん剤使えますよ、まあ、そういう時代が出てきたわけでございます。例えば Ntrac という融合遺伝子があればどこの出どころのがんであったとしても、同じ抗がん剤に効果あるよということでございます。ただこういったがんにおいては、例えば乳がんにおいては 0.1% ぐらいの保有頻度ということで、なかなか多くあるわけではありませんし、原発不明がんでも同じような頻度ということが想定されます。まあ、とはいえ今後の流れというか、社会の原発不明がんの治療の開発の方向性としましては、原発不明がんの方で網羅的な遺伝子を調べて、特にがん種横断的にがんの種類によらずにですね、抗がん剤が効果ありそうという遺伝子異常や変化が見つかりましたら、その治療をしていくというのが一番良いんじゃないかというふうに考えられております。こちらが本日のまとめでございます。原発不明がんの定義、そしてどういうふうに原発層を考えて治療をするかというお話、また今後の流れということで、今は遺伝子を調べてそれにも伴って治療を変えようという試みはまだうまくいっておりませんので、もう少し課題があるというところでございました。またがんの種類によらず遺伝子の網羅的な検査によって他のがんでも使える抗がん剤を原発名がんでも使っていこう、そういう考え方が次の流れというふうに考えられております。私のお話は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。下井先生、どうもありがとうございました。
最新の治療ですね、ニボルマブが薬剤承認されたということと、最近の動向として、ゲノムのことを踏まえた治療が開発されようとしているということがとてもよく分かったんで、視聴者の皆さんも最新のことを知ることができたのではないかと思います。で、次にですね、 Q&A に入りたいと思います。下井先生、原発不明がんの病名って皆さんなかなか、さっき認知との話されたんですけど、聞いたことがないとかっていう方結構多いんですけど、これは比較的新しい病名なんでしょうか？ありがとうございます。特に新しい病名ということはございませんで、世界的にも昔から、1900年代の、前半の方からもそうですけれども、分かっている病名ではあるんですけれども、なかなか通常はどこかの臓器から発生したがんというか、もしくは白血病というように全身にあるようながんの名前の方が有名でありますので、そこからすると病名の認知度が少なかったというところがあるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。私この講演聞かせてもらって、2014年に国立がん研究センターに希少がんセンターができて、原発不明がんが希少がんの一つとして情報を提供してきたつもりで行ったんですけど、もっと認知度を上げるために積極的に情報を発信していかなくちゃいけないなと思ったし、それに伴って治療開発も進んでいくんではないかなというふうに思っておりますので、頑張っていきたいと思います。では先生、2つ目よろしいですか？原発不明がんの場合、どれぐらいの規模の病院に行ったらいいのかとか、どこの診療科に行ったらいいのかって皆さんとても悩まれるみたいなんです。で、例えば国立がん研究センターだったら、中央病院も東病院も腫瘍内科に行ったら原発不明がん専門にやってるよってあるんですが、大学病院とか総合病院とかという場合には、どのような感じで診療科を選んだりしていったらいいのかっていうのを、ちょっと先生の答えられる範囲でお願いいたします。ありがとうございます。確か原発不明がん専門の医師というのがいるわけではありませんけれども、多くの場合は腫瘍内科というがん治療の専門家がですね、特に抗がん剤治療の専門家がですね、そういった役割を担っていることが多いかとは思います。なのでがん拠点病院の中で腫瘍内科医がいるということであれば、そういった病院に問い合わせてみるというのが一つですし、もう一つはがん薬物療法専門医、腫瘍内科の専門医という専門医資格もございまして、こちらの方は各、医師と病院の方の所属というところが専門医の公表がなされておりますので、そういったところを含めてですね、病院に問い合わせていくというのがいいんじゃないかなと思います。そのがん薬物療法専門医は必ずしも腫瘍内科という所属ではなくて、呼吸器内科医として診療されている場合もありますので、原発不明がんをその先生方が診療してくれるかというのを病院に問い合わせるのがいいんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。視聴者の皆さん、今の話を聞いていただいて、もし原発不明がんと言われたとか、周りに原発不明がんの人がいて、どこの病院に行ったらいいか困ってるっていう場合には、今の下井先生のアドバイスを参考にしていただけたらというふうに思います。じゃあ先生、すいません、先ほど講演の中で原発不明がんっていうふうに言われて検査を進めていって、国立がん研究センター中央病院の例を出されて、だいたい2週間ぐらいで診断にたどり着くような話をされていたんですが、例えば他の病院もそのような平均値なのか、あとこう世界的にやっぱり2週間ぐらいで診断っていうか決められているのかっていうのを、先生の分かる範囲内で教えていただいて、はい、ありがとうございます。世界的にはですね、だいたいやっぱり1ヶ月から2ヶ月ぐらいは通常診断までにかかるよというふうに言われております。今回出させていただいたデータも誤解があると良くないんですけれども、やはり国立がん研究センター中央病院の方だと、あらかじめ事前にいろいろ検査をされてからいらっしゃる患者さんが多いこともあって、あれだけ早いということがございますが、何より2つあって、1つはですね、組織を採取するにあたっての IVR という手法がありますけれども、体の深い場所でも針を刺していく、そういった技術が長けた先生がいらっしゃる、そして早くにそちらの予約を取ってくださるというようなベースがあるので、まず組織採取まで早いということ、さらに病理の先生方も原発目が多く見てらっしゃる先生がいるので、早く診断結果が出るというところがございます。
なので必ずしも全ての病院で同じ速度ということはありませんし、一般的にはやっぱり 1,2 ヶ月ぐらいかかるのが通常というふうに言われておりますので、そこに関しては例えば原発不明がんという疑いになっていて、いろいろ検査をしたけどといった段階で当院に病理を含めたご相談いただくとか、そういった道もあろうかなとは思いますので、基本的にはそうですね、2ヶ月ぐらいかかるというのが一般的に言われているところでございます。はい、ありがとうございます。あと患者さんたち、私が患者さんたちからお話をお伺いしていると、原発不明がんって言われてすごくこう不安になって、自分のがんはどこにあるんだろうとか、本当に原発不明がんなんだろうかというふうに思われる、で患者さんの中にはもう先ほど先生2ヶ月ぐらいで、きちんとした診断が出るんではないかとおっしゃったんですけど、2ヶ月以上経っても1年経っても原発部位を見つけたいという患者さんがいらっしゃるんですが、そういう時先生、多分先生のところにもそういう質問とか来たりすると思うんですが、どのように先生皆さんにお答えされていますか？ありがとうございます。原発部位が見つかってほしいという患者さんのお気持ちがある方もいらっしゃるというのは、確かだと思うんですけれども、一つはその検査をし続けていることで、あまり有益じゃない検査をずっと受け続ける、負担というかダメージもございますので、最終的にはどこかで原発不明がんというちゃんと診断名として疾患を治療していくというところが一番重要かなとは思っております。ですごい高い報告でありますと、例えば乳がんが疑われる脇にリンパ節だけの転移がある方でもですね、数十年追っていくと2割近くの方に乳房にちっちゃいなりでもですね、がんが出てきたとか、そういう報告はありますけれども、そうやって見つかってくる頻度というのはかなり低いことが多くて、そんな2割ということはほとんどなくて、多くの原発不明がんの方で経過中に見つかるというのは 1% ないぐらいの頻度の報告がございます。なのでなかなか後で見つかるということはほとんどないということもあってですね、むやみやたらに検査するのではなくて、最適な治療を進めていただくのがいいかなというふうにお話をしております。先生ありがとうございます。もうお時間になります。で先生の方から何か一言視聴者の方にメッセージがありましたらお願いいたします。ありがとうございます。原発不明がんという名称が不明というところも入っているので、患者さんとしては不安に思われたり、治療法が定まってないんじゃないかというふうに思われる方もいらっしゃるんですけども、実際にはガイドラインもしっかり整備されて、そして腫瘍内科医の医師などですね、多くの医師がですね、原発不明がんの考え方知見を持ってですね、専門的に診療を当たっているがんでございます。生存成績含めた治療成績もどんどん上がっているところはございますので、原発不明がんという診断に不安を覚えることなくですね、治療を受けられていいんじゃないかというふうに私たちは思っております。下井先生ありがとうございました。私今日講演を聞いて、希少がんの情報提供をする一人として、原発不明がんについて社会的認知度が上がるように一生懸命情報発信していきたいというふうに思っております。以上をもちまして原発不明がんのセッションを終了いたします。ジャパンキャンサーフォーラムではアンケートのご協力をお願いしております。次回開催の参考にさせていただきますので、ぜひ皆さんご意見ご要望をお願いいたします。それでは15時から次のセッションのがんと栄養を開始いたします。今しばらくお待ちください。ご視聴ありがとうございました。